AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ルハンスク州カディフカの敵軍基地が爆発。ルハンスク州の一時占領地カディフカにあるロシア軍配備地点で爆発が発生した。この発言はルハンスク地方軍政局長のセルヒー・ハイダイが全国的なテレビ放送の中で言ったものであるとウクライナ通信は伝えている。先週からルハンスク州の占領地ではほぼ毎日バボフナの爆発が起こっている。これらは主に兵舎や弾薬庫である。カディフカでは昨夜敵の人員配置地点のすぐそばでバボフナが発生したとハイダイは伝えた。ウクライナ軍の戦略的コミュニケーション総局によるとカディフカの弾薬庫で爆発が起こりその後起爆したとのことです。ウクライナ軍は1日でロシア兵590人を殺害、 MLRS2 台と戦車5台を破壊。ウクライナ軍は過去24時間で590人の占領軍を殺害した。したがってロシア人兵士の死亡者数は 96,590 人に達した。ウクライナ軍参謀本部が Facebook で関連声明を出したとウクリンフォルムの特派員が報じている。2022年2月24日から2022年12月15日の間に敵の総戦闘損失は戦車2975台、装甲戦闘車両5946台、大砲システム1943台、多連装ロケットシステム406台、対空戦システム211台、航空機281台、ヘリコプター264台、自動車、燃料タンク4563台、軍艦、ボート16隻、無人機1644台、特殊装備部隊172台も含んでいる。敵の巡航ミサイルは合計592発が撃墜された。ロシア軍は再びケルソン市の中心部を攻撃した。予備情報によると、民間人2人が死亡した。ケルソン敵は再び市中心部を攻撃した。昨日攻撃されたケルソン地方軍政局の建物から100メートルのところだ。2名が死亡したとの情報がある。と大統領府のキーロ・ティモシェンコ副長官がテレグラムに投稿した。ニコポリ地区への攻撃で2名の市民が負傷した。午前中、敵はドニプロペトロフスク州のコミュニティを砲撃し、2人が負傷した。朝からロシア軍はニコポル地区を数回にわたって砲撃した。ドニプロペトロフスク地方軍政局のバレンティン・レズニチェンコ局長がテレグラムに投稿したところによると、彼らはグラド MLRS と銃砲でチェルボノフリョリフカ、ニコポリ、マルハネッツ地区を狙ったとのこと。ロシア軍は近い将来、ドネツク、ルハンスク地域の完全な支配を確立しようとするだろう。近い将来、敵の主な努力は、ウクライナのドネツクとルハンスク地方を完全に支配することを確立するという戦略的課題に集中されるだろう。ウクライナ軍参謀本部主要作戦部副部長オレクシー・フロモフ准将は、軍事メディアセンターでのブリーフィングでこのように述べたと、ウクリンフォルムの特派員は伝えている。ケルソンとハリコフ方面でのウクライナ軍の成功を考えると、ロシア連邦の軍と政治の指導者は、ウクライナ攻略のための作戦計画を変更しなければならないと、フロモフ氏は指摘した。ウクライナ軍参謀本部代表は、近い将来、敵の主な努力は、ウクライナのドネツクとルハンスク地域の完全支配を確立するという戦略的課題に集中するだろう、と述べました。前線での武器、軍備の量的優位を確保するため、ロシアは製品の品質を下げるなどして国産装備の生産を強化し、他国との供給協定締結も活発化していると伝えた。また、フロモフ氏によると、ロシア指導部は11月、ウクライナでの軍事作戦で受けた人的損失を補うため、兵役に招集できる国民のリストを大幅に拡大する複数の法律行為を採択した。その中で、ウクライナの一時占領地であるルハンスク州でも強制動員が相次いでいることも報告された。秘報の通り、今週、ウクライナ国防軍は反攻作戦を成功させ、ケルソン地方とハルキフ地方の居住地を解放した。ベラルーシ国防省、ウクライナとの国境にいる部隊が常設配備地点に戻る。戦闘態勢の突発点検の一環としてウクライナとの国境に展開していたベラルーシ国軍第38空挺突撃旅団がブレスト市へ帰還している。12月15日朝、
ベラルーシ国防省がテレグラムで伝えた。ベラルーシ語は準ベラルーシの独立系軍事監視メディア国防省より引用。第38ブレスト別動隊の軍人は軍隊の戦闘態勢の突然の検査の枠内で任務遂行地域から常設配備地点へ更新している。ベラルーシ国防省は旅団が高級配備地点に戻ったとする写真を掲載しました。また国防省は12月14日にベラルーシ軍がネマン川を横断する様子を撮影した動画を掲載している。ベラルーシ語派順によるとこれらは第11機械化別旅団第7別戦車大隊の部隊である。またベラルーシ語派順は第11旅団第7大隊がすでに独自にフロドナ地区のホジャ訓練場に到着し戦闘と訓練の任務を開始した可能性が高いと報じた。12月14日夜、第19機械化別旅団の BMP-2 歩兵戦闘車約20台からなる軍用車列がビアレジナ川の交差点付近のバリソー地区で発見された。ベラルーシ派順によるとこの車列は第277回バリソー複合武器訓練場に向かっていたとのことです。クレムリン、軍備の生産量を増加。ロシアは軍事装備の生産を増やしているが、それはその質を下げるという犠牲の上に成り立っている。ウクライナ軍参謀本部主計局副局長オレクシー・フロモフ氏が軍事メディアセンターでのブリーフィングで述べた。戦場での武器や軍備の量的優位を確保するためにクレムリンは製品の品質を下げることを犠牲にして装備の自国生産を増やしている。そしてこれらの製品の供給に関して他国との協定の締結にも着手している。フロモフが言うようにケルソンとハリコフ戦線でのウクライナ軍の成功を受けてロシア連邦の軍と政治指導部はウクライナ占領の作戦計画に適切な変更を加えることを余儀なくされたのである。ウクライナ参謀本部によると近い将来ロシアの主な努力はウクライナのドネツク州とルハンスク州の完全支配を確立するという戦略的課題に集中されることになる。ケルソンが送電網から切り離される。ロシアは都市の重要なインフラを攻撃している。ロシア軍は最近解放されたケルソン市の重要なインフラを攻撃し、その結果同市は電力供給から完全に切り離された。ケルソン州軍西部のヤロスラフ・ヤヌシェビッチ部長がテレグラムで伝えた。ロシアの攻撃を受けてケルソンは送電網から完全に切り離された。市内のコラベル地区にある重要インフラ施設への激しい攻撃が続いている。また電力技術者はできるだけ早く送電網の修復を開始すると付け加えた。12月15日の朝、ロシアの侵略者は数日間に2回目の攻撃をケルソン市の中心部に行い、ケルソン州軍政局の建物から100メートル離れた地域を攻撃した。ロシアの弾丸は医療援助と人道的援助の配布地点がある場所にも命中した。死者2名という情報がある。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。